国土交通省国土画像情報をもとに、作成下半にある想定上倉庫芦田川、川口関は、広島県福山市の芦田川川口部に地水と、離水を目的に作られた、国土交通省中国地方整備局が管理する、稼働関。道路橋として併用されており、川口湖は想定上として利用され、右岸側は、福山下竹が橋運動公園として整備されている。 昭和30年代に入り高度経済成長の波に乗り、1961年に本交換、福山製鉄所の立地決定、1964年、通商産業省によるビンゴ工業整備特別地域指定、1966年、製鉄所創業開始とともに関連企業進出、1968年、広島県による宮沖工業団地の造成など、福山市は、 重化学工業都市へと変わっていく。その中で大量の工業用水が必要となった。そこで足田川の利水について広域的、総合的に開発計画が検討され、三河ダムかさ上げ工事、発田現ダム建設が計画された。ただ、もともと流量が少ないところへ、都市化で水需要は減らないため、下流域にも用水を確保する必要があった。そこで、 洪水の疎通能力の増大や、海水の遡上を阻止し、塩害防除を図る治水効果と、工業用水17万立方メートル、日を確保する利水を目的に、川口1 3キロメートル地点に全長450メートルの稼働石の建設が計画された。1969年建設省において、工事着工。1973年福山市が、 広島県からダム使用権設定予定者の地位を継承し、工業用水道施設の建設に着工。1978年川口関を水源として、足田川川口関工業用水道の一部給水を開始。1981年竣工。当初は治水も建設目的の一つであったが、現在は再下流部で川から田畑に水を引く農家はいなくなったため、 縁外防場目的に利用されているとは言い難い。また他の川口関と同様に生態系への影響は非常に大きいと言われている。特に足田川は昭和40年代よりの汚濁化が進行し2004年時点で中国地方の一級河川13水系のうち水質はアースト1位になるほど深刻な問題となっており、その原因の一つが この川口関による汽水の消滅と言われている。地元漁業関係者や市民グループなどにより常時、解放を願う単眼章、福山河川国道事務所や市に提出しているが、福山事務所は、弾力的放流を行うにとどまっている。1994年アジア競技大会を機に、竹ヶ橋運動公園から小水飲み橋までの間に、国際永久想定コースが整備され、管理棟である。 水上スポーツセンターが併設されている。1996年の広島国体でも想定会場として利用された。ありがとうございます。